3分でわかる。ゆいなぁ。どうも唐揚げ大佐です。この動画では、バシッと3分で、ゆいなさんについて紹介していくぞ。ゆいな。2001年9月27日生まれ。血液型 AB 型、身長160センチ。所属事務所、放映新社。ラブライブシリーズリエラ、のメンバーで、圧倒的美人。そんな彼女の生い立ちを見ていこう。2001年9月27日、神奈川県横浜市に生まれる。姉がおり、今でも洋服の貸し借りをし合うほど仲がいいようだ。また、母親がテニスコーチで、テニスもたしなんでいたという。幼少期からドラマ NG 集が大好きで、テレビの裏側に興味を持ち、小学4年生頃より芸能界に入る。この頃は、主に舞台で活躍。2014年、中学生時、映画、オーマイゴッドに出演。早くも銀幕デビューを果たす。ちょうどこの頃、ラブライブと出会う。友人が矢沢にこの、ニッコニッコに、を連発していたことから興味を持ち、視聴したらしい。2016年には、高校生3人によるバンド、ドロップドールを結成。ギターボーカルを務める。以降様々なイベントでゲスト出演したが、翌2017年11月には初主催ライブを開催。このライブには、ドロップドール側の熱いオファーにより、東海オンエア芝龍夫妻がゲスト出演した。12月、未完成なドリーマーにてメジャーデビューを果たす。また、この頃、15歳ほど年下の妹が誕生。だが、生まれつきの感音性難聴であった。そんな妹さんのため、手話を猛勉強。特技にまで昇華させる。2019年4月、映画、JK ロックの主題歌、シークレットボイスをドロップドールが担当。映画自体にも、初心者バンド、ドロップドールのメンバーとして出演。かなりのメインどころを演じた。しかし、高校卒業後、個人活動が活発になった影響もあり、自然解散となる。そんな2020年、友人からの勧めでとあるコンテストに出場することとなる。ミスワールド、日本大会。由緒正しき世界三大ミスコン日本予選にて、ゆいなは父親の出身地、新潟代表として出場。審査員特別賞を受賞し、トップ10に入賞する。2021年には、ドラマ、恋愛漫画家にちょい役ながら出演。一応の地上波デビュー。この年は他にも、声優、木村昴率いる、天才劇団バカバッカの客演はじめ、多くの舞台を経験。10月には再びミスワールドに参戦、マルチメディア部門で1位を獲得。純ミスユニバースに輝く。そして2022年7月、運命の時が訪れた。ラブライブスーパースター、ウィーン・マルガレーテ役で出演。声優のオーディションは初めてであったが、キャラに一目惚れして受験。日程がタイトで、前日の舞台でのヴァンパイアメイクのまま、オーディションに臨んだという逸話がある。庭にて、謎の少女として出演すると、2期を通して、リエラの強力なライバルとして立ちふさがった。11月30日には、ウィーン・マルガレーテ名義で、劇中歌、バタフライ・ウィングがリリースされ、12月、リエラサードラブライブツアーにゲストとして、7会場全14公演に出演。リエラ一色の会場の空気を塗り替えた。一方、MC パートでは持ち前の明るさを存分に発揮し、リエラメンバーとの絡みを見せる。翌2023年4月28日には、リエラ3期生としての加入が発表。裏話として、実は本人は2期生の発表時点で、3期生になることは知らされていたという。また3期生発表と同時に、リエラにも恒例のユニットが設定。青山渚、リーユーと共に、カレードスコアに組み込まれる。6月11日、3期生も交え、11人が揃って緊張の初の生放送が行われた。その後、リエラジ、生放送に数多く出演。徐々に緊張もほぐれ、持ち前の底抜けの明るさを発揮。ダジャレ王となる。8月には、リエラの一員として初のライブ、フォースラブライブツアーに出演。サードのソロ出演とはまた違ったパフォーマンスを見せる。また、カレードスコアとして、実力者2名と並んでもなお、全く引けを取らない歌唱を見せた。9月27日、22歳の誕生日には、初の生配信イベント、ゆえな、22歳始めました。が開催。2024年には、リエラックスライブ、スーパースター3期が控えている。今後も、着実な努力で成功をつかみ取ったゆえなに、ぜひ注目していただきたい。といったところで、世界的美人声優、ゆえなことゆえなのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。